頃から俺は悪ガキでした。女の子みたいに髪の毛長かったから女によう間違われてましたよ。18の時かな、シャンプーしとってちょっと抜け毛やばいかなと思ったけど、その時俺おしゃれしてブリーチして染めとったからそのせいかなと思って全然気にしてなかった。25歳のあるらさ、たまには髪の毛センター分けしようと思って分けてみたら分け目がえらいことになっとったから、急いで薬局にサクサクイクモトニック買いに行って奮発してリアップも買うたのに抜け毛は止まれへんかった。おとんがハゲてるから俺もいつかハゲる思っとったけど、まさか25歳で来ると思っても見えへんかった。雨が風が人の視線が怖い。昔から俺はサラサラ部屋が自慢でした。中学入って野球部入りたかったけど坊主せなあかんからあんまり興味のない軟式テニス部入りました。好きやった女の子がチェッカーズ好きやからフミヤの髪型そっくり真似たこともありましたよ。けどな、そんなんがもう過去の話でな、今は坊主かズラかどっちか選ばなあかん。冒険ボーズはボーズ、行くぞお前ら、ついてこられんか。冒険ボーズはボーズ、冒険ボーズはボーズ、もう俺を止められんか。冒険ボーズはボーズ、冒険ボーズはボーズ、抜け毛が進行するスピードで。冒険ボーズはボーズ、冒険ボーズはボーズ、俺は次の時代の扉を開けよ。子供の頃からちっちゃい頃は散髪してもらってる間奥さんに絵本読んでもらってましたよ。いつもの座り慣れた椅子に座って、マスター今日はポーズにしてくださいって俺は言った。マスターがほんまにええのって俺に聞く。マスターが俺の髪の毛のこと一番よく知ってるやんけ。バリカンのスイッチが入る。いつもおしゃべりな奥さんが今日に限って一言もしゃべれない。マスターハゲるってこんなに悲しいことやったんか。いつかロン毛とかパーマとかもやってみたかった。桜の花の命は短く儚いって言うけども、桜は来年も美しい花を咲かすやろ。マスター、俺の髪の毛は来年多分もう生えてこへんねんで。必ずマスターの店行ってました。1ヶ月分のたまった少年ジャンプ読むのが楽しみでした。マスター、もうあなたに会うことはないでしょう。俺は通販でバリカン買いましたから。冒険ボーズ・オブ・ーズ、冒険ボーズ・オブ・ーズ、店の扉を開けて振り返らず走る。冒険ボーズ・オブ・ーズ、冒険ボーズ・オブ・ーズ、溢れた涙は拭まずに。冒険ボーズ・オブ・ーズ、冒険ボーズ・オブ・ーズ、逃避効率が